新生創始用類は、皮脂植物のクレードの一つで、従来の創始用類の中で、単子用類と姉妹群をなすグループである。すなわち、従来の創始用類の中から、単子用類が分岐する前に分岐した古いグループを除いたもの。分子系統解析に基づく APG 植物分類体系で、分類階級のないクレードとして名称が付けられている。ドイルとホットンにより提唱された。 単子葉類が原始的な総子葉類から進化したとの推測は古くからあったが、ドイルラは花粉の構造などの形質に基づき、皮脂植物から従来の総子葉類の一部と単子葉類とを除いたものが単形糖群としてまとまると考えた。別名として三甲粒類とも呼ばれるが、これは花粉の発芽孔、または発芽孔が基本的に三個あるという意味である。 原始的創始用類と単死用類は、これが基本的には一個であり、この形質は、ラッシュ植物とも共通で、共有原始形質と考えられる。1990年代には、分子系統学の立場からも、この考えが支持されるようになった。なお新生創始用類以外の創始用類を、原始的創始用類と称することがあるが、これは単系統群ではなく、 古い考え方とも紛らわしいのであまり使われない。神聖宗主用類のうちで初期に分化したやや、原始的な諸群には、金峰ゲメ、ハスカ、ヤマグルマカなどの原始的な形質状態、例えば花で多数の心側が理性して、螺旋状に配置するものや、同感のないものなどがある。古くはこれらを、原始的宗主用類の仕組み化、木蓮化などとまとめて、多心が悪いと呼んでいた。これは、 現代的に見れば多系統群ということになる。このやや原始的な諸群を除いたクレードをコア、ユーダコッツと呼び、日本語ではコア新生総使用類、中核新生総使用類、あるいは基幹新生総使用類という。これらは基本的には総使用類らしい形態を持っており、主数的にも新生総使用類の大多数を占める。さらに、 コア新生総使用類の主要な群は、バラ類とキク類の二つに分かれる。カッコ内は、第二版までの名称詳細は、APG 植物分類体系新生総使用類、ユーダコッツ及び APG 植物分類体系第四版を参照。ありがとうございます。